有馬来季は、筑後久留米藩の第8代藩主。久留米藩有馬家9代。藩公、秋吉道を創設するなど、久留米藩の文豪流に尽力したが、その一方で趣味の犬や相撲に系統、小野川才介らを抱えた。カビナ大名美家氏は、江戸で知られ、公設、有馬の猫騒動の題材にもされた。延響3年4月2日、第7代藩主。 有馬マ・ライの長男として生まれる。法暦8年11月15日に、将軍、徳川家重に、初越、12月18日十4位した、和佐助に、ジョイ、任官される。天命元年に自重に千任。天命3年に、父が死去したため、天命4年1月23日に家督を継いだ。天命四年ウる正月に、中塚佐大介に進む。 当時の車予判は財政難に悩まされていた。ところが、内隆高は相撲を好んで、多くの力士を招いては相撲を行い、さらに犬をも好んで、日本全国は、もちろん、オランダからも犬の輸入を積極的に行い、財政難に拍車をかけた。このため、家臣の上前を増長し、さらに減俸したり、家臣の数を減らしたりして対処している。しかし幕府からの手伝い武士にや、 区役などによる支出もあって、財政難は解消されることはなかった。完成8年に、藩校、秋吉堂を創設し、藩士教育に尽力している。文化元年に、左少将に選任された。文化9年2月3日に死去した。去年67、着手だった三男、大忠氏は創生していたため、その長男の頼則が後を継いだ。性質は、 長州藩主、毛利重成の娘、勢い大。勢い大は、明和5年に腰入れしたが、子をなさないまま安永4年に没した。大高氏には10人の側室との間に、男女25人の子があった。最初の男子は安永4年生まれの安次郎であるが、安永6年に没しており、完成重修書家府にも記載されていない。大高氏は、 完成重州所家府返産当時の当主である。完成重州所家府には以下の子女が記載されている。長男、有馬よりが創生したため、次男、有馬よりよが着手となるも敗着。代わって三男有馬ら忠が着手となったが、父に先立っている。平成新州旧家族家系体制には、子として一家のみが記載されている。ありがとうございます。